場所で20ちょいとやってみましょう、いろいろ。はい、はい、あそこであんまり見てかかっちゃうよ。はい、それではいざ出陣。とりあえず下見ね。まず下見ね、うん、まあもうさっと見た感じすげえことになってんだけどボッコボコやけどね。相変わらずこの笹のてっぺんが、ね、ないでしょ。うん、もう下が浮いてちゃった。あれ、すげえ、よいしょ。相変わらず角取り跡もすごいね。うん、あ、鹿が寝た後足跡もある、すごい。これ多分どこにかけてもかかるね。鹿が寝た後ね、うん、すごいね、すげえわ、ほらぐったぐたよ。どこの木の間も通ってるね全部獣道になってくるからね。網の目状、うわ、ボコボコだ。あの獣道ありすぎて絞り込めないパターン。絞り込めないタイプだねこれね、ここ去年あなたが取ったとこ、この辺確か34と取ってる気がする、うん、でちょっと進むと俺が同じ場所で4とか5と、うん、かかってはかけ直し、かかってはかけ直しってね。1月から1月のまあ5日とか多分正月明けからやって、うんうん、まあ、3月15日までで、まあ、2ヶ月で20ちょい取ったのね、うん、2人で。であの鬼嫁復活祭でねあのイノシシがかかってたのはそこの上、うん、そこの上なんだけど、うん、まあ、とにかくよく鹿が取れる場所でね、だいぶ取ったんですが、まあ、痕跡はねぼちぼち出てます。ただちょっと見た感じ、あの角研ぎ跡がだいぶ減ったかな。そうだね、うん、あの前はずっと樹液が新しいぐらいですかね、うん、去年はね、もう本当ヒノキというヒノキが全部やられてたんだけど、ちょっと新しいのが何個かぐらいしかないかな、うん、パッと見た感じだね、うん、これぐらいかな、うん、前はまんべんなくやったもんね。そうだね、もうほら古いとこ、うん、これが去年新しかったとこなんだけど、そう考えるとやっぱ一定の効果っていうのが出たのかもしれないね、うんうん、まあそれでもちょっと畑の方はねそうそう、足跡がすごいんでめっちゃかめっちゃかだけど、うん、ちょっと頑張って取らんといかんね、うん、まあちょっとあのどこかけていいかわからないぐらい獣道があるので大変ですけど、まあちょっと罠入れていきましょうか、少しずつね、うん、はい、ね、はい、もう夕方やね、はい、早い、お疲れ様です。はい、ね、一回ね、昼前に一回ちょっと地元に帰って、まあ、地元地区のね見回りっていうのを終えまして、何事もなかったので、またね昼を食べた後に、うん、山の方戻ってきました。で、まあ、ちょこちょこまた、罠をかけをしまして、今もう 4時前かな。ですね、今日罠をかけたのは嫁さんが5個かけました、うん、で俺が7個かけた。あれ2個多かった。そうだね、うん、あれどこでこっそりかけたんだろうというわけで、本日は初日11月1日です、はい、宮崎県の先行解禁、はい、これの
罠掛け、はい、1日カバーってちょっと見てみました。はい、はい、というわけで明日以降ね、撮れたら順次動画作ってねアップしていこうかなと思いますので、はい、果たして旦那の動画が多くなるか鬼嫁動画が多くなるかね、そこら辺はまあ鬼嫁ファンは多いんで鬼嫁頑張れって声が聞こえてきますけど少数派の旦那派もねいるんでね、多分いるんで知らんけど、またちょっと出し抜いてねいいイノシシ撮ったりとかそういうちょっと出し抜き動画をちょっと撮ってみようかなと思ってますんで、ご期待です。はい、はい、というわけで初日お疲れ様でした。お疲れちゃん。はい、リョウキ昨日罠をかけて、今日ね2日目で、見回りをしてますが、さあちょっと待って、私の罠を確認しようとしたら、うん、あそこで暴れてる、あれこのアングル去年も見なかった、今バキって言った、あら、あ、鹿さん白いお尻がなんか映った、鹿が取れました、オスやね、うん、全然巻きついてねえ最悪あれイノシシだ、イノシシの道だってかけてなかったっけ、いやイノシシの道はもう一本向こう、牛舎の横なんだけど、あのスズメバチの巣があったのでやめたん、あ、鹿さんだ、今季の漁期初物鹿取れました、かかりました、はい鹿です、オスだね、若いオス、ここは昨日最後にかけたかな、一番最後にかけた罠ですね、あそこ踏んだ、うん、罠があそこに、うん、踏んだ、ここですね、ここを踏んで、うん、あれワイヤーもっと短くしたような気がするんだけど、うん、ね、はい、まあでもああいう角でも危険だからね、そうね、一本角だからっつってね油断してると、痛い目に遭いますんで気をつけない、十分にね、うん、気をつけて、とどめのね対応っていうのが必要になってきます、まあ綺麗な前足で、うん、ね、さすが俺はい、じゃあちょっと、はい、止め差しの準備を、料金初物、はい、ありがたく頂戴しようかなと思います、はい、今季初鹿ですね、初物オスの若い鹿ですけれども、かかりました、これからちょっと止め差し、行います、はい、はい、ワイヤーの範囲気をつけてね、まあ、うんうんうん、大丈夫、これやっぱオラつくね、オスはオスはちっちゃくても、うん、油断はできない、クロスしてるのがしんどいね、危ねえな、ここも突っ込まれるからね、一応ね、うん、よし行きます、よし、こういう黒い感じの毛の色をした鹿をね、黒鹿っつってて、うん、普通のこのまだら模様のあるよりも脂が乗ってて美味しいという、うん、迷信なのかわからないっていうのがあります、はい、疲れました
いやー、これ嫁さんが始める前一人だったからね、俺ね。そうね、あの声は分かった。やっぱり今年の初物は旦那でした。うん、しかも去年とね同じ全く一緒のこうなシチュエーションだよね、うん、私の罠を確認しようと思ったら目の奥で、あ、なんかね、視界の奥でガサって、うん、あえって俺がカメラ構えてたらあーとか言うから、うわやられたって思ったら、うん、その奥にかけてた俺の罠にかかってたってこと、うん、まあね、しょうがないよね、うん、まあ、そこは旦那にね花を持たせるという意味で、いやいやいや、ここの違いでしょ。どう考えてもここの違いだと思いますよ。あ、そう、うん、まあ罠量としてもまあ初日みたいなもんだから、うんうん、かけてね、獲物がかかるのが夜やから、まあ、そう考えるとね、今日の見回りっていうのが初日みたいなねところはありますからね、うん、まあ好調なスタートで帰ったら炭火を起こすでしょ。俺がごっそしてあげるから料理初物まだ取れてないでしょ、これ食べてね、精をつけて頑張って早く今季初物取ってもらわないとね、セカンドシーズン、はい、好調な滑り出し、はい、旦那はよかった、ゼロスタートじゃなくて本当よ。まあね、旦那はね、こうやって精を出してきます、はい、鬼嫁ファンの皆さんは首を長く長く長くして待っててください、はい、そのうち取ってくれるんじゃないですか。多分、うん、ね。